速稼塾の久保です。ここ最近ねちょっといろいろと例のやつの件でありまして、どうしても放送できなかったことがあるんですよ。まあ、それはですね、私がずっと思いに留めていた N 国党の立花隆さんとあとマツコデラックスさんの件なんですよね。これ あれだけのことを、なんですかね、政党の党首がね、数字を持っているそのマツコデラックスさん、各局に出ているすごく人気の絶頂の人ですよ。今芸能人ナンバーワンと言ってもいいそのマツコデラックスさんに対して向かっていってるって、このね、この現象をどうなのかなと、立花さんがマツコさんを攻撃しているにも見えますけども、まあ、そこはね議論置いといて、各局がね、テレビ局があんな大事件を、あんな多くの国民が知ろうとしているもの、もしくは知らなければならないこと、関心が集まっているものを全く報道しないのはどうなのかなと思うんですよ。で、あれを報道しているのは、いわゆるネットのね、書き込みとか、これね、テレビ局員さんとか放送制作に関わる方も匿名でネットにはどんどん記事書き込んでるんですよ。で、YouTube で喋る人もいると、私みたいにね、それから多くの YouTuber さんもある意味数字が取れるからやってる面もあるし、ある意味本当に関心があるからやってる面もあるし、ある意味関心がある人に向けて親切でね放送してくださる方もいると、こんなね、バズってるものをテレビでは扱わないっていうことにすごく気持ち悪さを感じるんですよね。それはどういうことかっていうと、そのマツコさんは非常に今立場悪いと思うんですよ。何も言い返せない、何も動けないと。ちょっとした発言によって本当にね、立花さんの方が圧倒的な正当性があるわけですよ。そういうところで正義を盾に、いわゆる、いじめの構図にも見えるんですけども、そういうふうなところでね、各局報道局がそれを黙殺して話題にも出さないっていうのはね、よくクラスでいじめがあるじゃないですか。で、いじめを傍観してる人もいじめてるんですよっていうふうなことをね、いろんな番組で言ってると思いますし、教育機関も伝えてると思うんですけど、まさにそれをやってるんですよ、ね、テレビ局が多分報道管制を引いて、あれを触るなと、あそこに反応しちゃうと立花の思うつもだとかいう形でね、まさに立花さんがどんどん出てくることを恐れていてですね、もう無視してるわけなんですよ。で、ジャーナリストですね、その報道局、テレビの姿勢っていうのはテレビの姿勢であってもしょうがないんですよ。スポンサーさんとの関係とか、各局とのね他の連携とかもありますんで、それは仕方がないと、企業なんだから仕方がないという面もありますけども、じゃあそのね、企業の中に勤めている普段偉そうなことを言っているジャーナリスト、ジャーナリズム魂はないのかと思いますよね。その企業の体質と戦って自分の会社、他の民放各局、報道は今おかしいんじゃないかと、これを取り上げないでどうするんですかっていうふうに机を叩いてね、談判するような、そんな骨のあるジャーナリストはいないのかなと思うんですよ。筑紫哲也さんとか池上彰さんね、池上彰さんってもともと NHK にいたわけなんで事情をよく知ってると思うんですよ。で、そういう方とかね、他にも普段田原総一郎さんとか偉そうになんか喋ってる人いると思うんですよ。偉そうにってのは僕の言い過ぎかもしれませんけども、とにかくいろんなものをねしっかりと取り上げて深く掘り下げて考えてくださる方っていっぱいいると思うんですよ。でもこういう時に最も注目するべきものと私が考えているだけかもしれませんけども、芸能人ナンバーワンのマツコデラックスさんに、その歴史上類を見ないそのね、政党の党首が一芸能人に戦いを挑んでるところね、ああいうところを全く論じないっていうのは、ジャーナリストとしてもこの国っていうのは、ジャーナリストをやってる人も死んだのかなと。これだったらね、匿名でツイッターやってる人のジャーナリスト魂の方が優れてるんじゃないかなと思うぐらいですよね。だからね、私たちは実はね、報道っていうのは第四の権力って言われてますけども、いつの間にか最高の権力になってしまったんですよ。知らせる知らせないってことが選べる人はね、これがね最も権力を持ってしまって、で、放送の力がある人には広告料もものすごく上がっていくというね、そういう仕組みがやっぱり逆に不自由にさせてるのかなと思うんですよね。例えば言いたいことがある芸能人の方、言いたいことがある、政治関係の方、言いたいことがある企業の方とかね、全て利権に囲まれてるんで、まあそれを言うなと、それを言ったらこういう仕事がなくなるよと、こういったお金がなくなるって言われたら、まあ家族社員を守るために黙るってことはね、やっぱするわけなんですよ。で、そういった土壌で育っていく子供たちが一体ね何を教わるのかなと思っちゃうんですよ。自分の金のため、自分の暮らしのためには、悪いと思ってる権力にも組みすることっていうのを、ね、覚えていくんじゃないかなと思うんですよね。まあそういう時にやっぱり一人でいるっていうことの強さっていうのが、孤独でいるってことの強さがひしひし私もね感じるわけなんですよね。憧れに似たような感じです。たった一人で誰に嫌われても全く困らない人生、言いたいことが言える世の中ね、反町隆史さんじゃないですけども、本当にね、あの時代から言いたいことが言えない世の中っていうのは未だに続いてるのかなと。そして言いたいことを言った人は
足を引っ張られる、誰に引っ張られるか、それは一般市民同士で引っ張り合ってるんですよ。権力者はこっそりと指示を出すだけで、表立っては何もしないということなんじゃないかなと思うんですよね。さあ皆さんもどうですかね。何か自分の思ったことを言うときに誰かに叩かれていませんか。叩く人が権力者ならまだしも、普通の人があなたを叩いてきませんか。そしてもしかしたらあなたも普通の人が何かをするときに、いやそれやめときなよと、絶対失敗するよみたいなことでやる気を削いでいませんかってこともね、感じちゃったりするのが今回のずっとねちょっとレイナーズの件で全然放送できなかったんですけども、立花隆さんとマツコ・デラックスさんのアクションで起きた私が感じる違和感ですよね。いじめを傍観する人、事件を傍観する人もそれは加担したのと同じということでございます。子供たちにはねこういう精神を受け継いでほしくないなと思うばかりですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。では今回は以上です。